ただいま、6月の8月の17日の朝の6時43分ぐらいですね。はい、6時ね、58分の新快速で移動しようと思ったんですが、ダイヤが変わっております。ということでですね、ちょっとわかんないですけど、6時48分の快速に乗ってですね、尼崎の方に移動したいと思ってます。11時37分かな、32分かな、32分、計画通り、予想通りというか、到着しました。予定通りですね、予定通り到着しました。はい、ということでですね、ちょっといろいろ探索しに行きたいと思います。それでは、
食べたことですしね、回っていきたいと思います。それでは行ってきます。はい、1軒目地蔵寿さんに入ってきましたね。寒いとかに着替えちゃいました。ちょっと雰囲気出すためにということで、今日ね6軒回る予定なんですけど、外湯6軒ですけど、2軒目向かいたいと思います。それでは雨っすね。塩民です。17時02分に02分に城崎温泉の駅を出てきました。今もう和田山に着きたいんですけど、感想も何も言わずにですね移動してしまったので、和田山でね一応感想とか言っていこうと思います。本当に癒されますね。ほっこりしました。今日はだからね、本当にそういういい感じになるんじゃないかなと思います。